こんにちは、つよぽんです。今日はですね、あ、そうだ、まずタイトルをつよぽんとお絵かき、ちょっと長いのでつよぽんアートということで、以前にもつよぽんアートっていうのやりましたけども、つよぽんアートというタイトルで峰藤子ちゃんモデルというようなですね、そんなような感じでいきたいかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、まず昨日は線をね、描くということで、線をどのようにして選んで描いたかという、その線を引く道具について、その機能と、まあ、タッチの違いみたいなものをご説明させていただきました。それで今日は色ですね、色を塗っていく、その色を塗っていく、まあ、考え方とか、そのツールを主にお話ししたいかなと思います。はい、それではまず、今色がついています。左側には峰藤子さん、そして右側にはドラえもんがいるわけですけれども、これなんで峰藤子とドラえもんなんだよというところは、これは明らかに画風が違いますよね。漫画ではありますけれども人間、そして漫画ではあるけれどもロボット、そして色も多彩ですよね。で、陰影がある、細かな線を中心に描かれている。対してドラえもんはですね、黄色系の鈴、口の中と鼻と尻尾、首輪のベルトは赤で、全体的には青ということで、おおむね信号機が歩いているような感じ。陰影はなし、線の数も少ないということで、かなりね、機械的なラインの方が合ってるかもね。だから峰藤子さんを描く時の筆圧感知するペンで描くとちょっと無理があるのかなと。むしろこういう機械で描いた円っていうんですかね、もう自由自在な形になるような機械で描いた楕円を組み合わせた方が、ドラえもんみたいなキャラクターはいいのかもしれないですね。ロボットっぽくなるっていうんですかね。はい、まあちょっと話を元に戻して、その色を塗っていく上ではレイヤーっていう機能があるんですけれども、そのレイヤーについてまず最初にお話をしたいかなと思います。はい、レイヤーというのはこちらにボードが今あるんですけれども、線と塗りというのがあります。例えば線を非表示にするとこんな感じになります。はい、線を表示するとこういう風になります。塗りを非表示にするとこうなります。はい、線だけですね、まさしく。はい、で塗りを表示するとこういう風になるわけです。よろしいでしょうか。それでは、塗りを非表示にしてここに塗っていきたいかなという風に思います。それではレイヤーを、あ、もう塗りが出来上がっちゃってるところもあるので、新たなレイヤーを作ります。こちら新規レイヤーというのを押すとですね、はい、レイヤー3というのができました。ではここで名前を一応、そうだな、塗り2というようなね感じにしときましょうかね。はい、それでこのレイヤーというのは、重ね順があるんですね。はい、だから塗り2が線の下にあった方がいいと思います。どうしてかっていうと、線の上に塗りがあると塗ったら線が見えなくなっちゃう。線が上にあって塗りをしたらその線も見えるという感じですね。はい、それで
ドラえもんは4色しかないので、ここに色を塗っていくだけですね、あとは。はい。それでそもそも絵とか絵画、まあ絵画、まあ漫画なんか特にそうですね、線と面で大抵のことが表現されていると思うんですね。はい。まあ、どんどんやっていきましょうか。ではじゃあ塗ります。で、塗っていくときには、昨日はこのブラシツールを使いました。これですね。ではなく、塗りブラシというのはこの下にあるんですけれども、これを使います。はい。で、ちょっと細いですね、もっと太い方がいいですよね。で、ブルーを塗るわけだから、ブルーにしましょう。スポイトツールというのがあるんですけれども、これでこのブルーを抽出します。そして塗ります。はい。そうするとこのブルーが塗れるようになるわけですね。そしてかなり太めにしたいので、そうするともうこんな感じで塗っていくことができます。ざっくりいきました。もしかすると線が見えなくなっているような感じがするかもしれませんが、塗れました。はい。同じように青いところはこんな感じで、しかし本当隙のないデザインですね。ぶわーっとなります。はい。青で塗るところは以上ですね。はい。どうでしょうか。ただちょっとはみ出してると嫌だとかありますよね。そうしたところは、この消しゴムツールというのをですね、使って消してやれば。まあこんな感じでですね、塗っていきます。同じように、鈴を塗るだとしたら、ここでまた鈴はいう感じでよろしいんじゃないでしょうか。で、あとは鼻、首輪、尻尾は赤で、出来上がる。あ、お口の中のここも赤で、ここが、まあ、お口の中のベロンチョを塗りましょうか。ベロンチョ、ベロンチョはということになります。はい。まあ、今塗ったところだけを見ると、まあ、こんな感じですね。はい。そして今塗ったのを外すとこんな感じで、全体的に塗り終わったのが、まあ、こんな感じということになります。はい。今回のポイントは、まず線を書きました。そして新たなレイヤーを一つ作って、それを線の下に構成します。で、まあ、色の選び方は一つじゃないんですけれども、4色しかないので、一つ一つの色を選んで塗りブラシで
ここに塗っていく。で、はみ出しちゃったようなところ、ちょっと失敗しちゃったところは何度でもやり直せば良い。まあそれを繰り返していけばできますよということですね。だからこの技法とか手法を、まあ、そうした考えですね。まあ鉛筆で描いた上に油絵の具塗ったら鉛筆の線は見えなくなっちゃうけど、油性のマジックで線を描いてそこに水彩絵の具を塗るようなイメージをそのコンピューター上でできるよということで、本日はドラえもんを線と色をつける、そのレイヤーという考え方と消しゴム塗りブラシについてお話をさせていただきました。簡単ですが、ここまでにしたいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。つよぽんでした。バイバイ。